姉妹、兄弟の皆さん、私たちは父と子と聖霊の御名においてここに集まっています。洗礼の水によって私たちはキリストの体の一員となりましたが、私たちの罪は互いに苦悩と傷を与えてきました。私たちは善を行うことができませんでした。深刻な抑圧に直面しても正義を追い求めず、やもめや孤児を世話しなさいという神の命令を聞き入れませんでした。ここに集い、自分たちが行ったことを行わなかったことを顧み、善を行い正義を追い求めることを学びましょう。分裂を乗り越え、共同体の分裂を助長してきた制度や構造を根こそぎ取り除くために、私たちは神の恵みを必要としています。キリスト者として有している一致を強めるため、私たちは集まって祈ります。私たちの心を開き、私たちの内にある包摂する豊かさと多様性の宝を大胆に見出せますように、信仰のうちに私たちは祈ります。預言者イザヤの言葉によって私たちの罪を告白しましょう。こうして私の顔を仰ぎ見に来るが、誰がお前たちにこれらのものを求めたか。私の庭を踏み荒らす者よ、虚しい捧げ物を再び持ってくるな。香の煙は私の忌み嫌うもの。新月祭、安息日、祝祭など災いを伴う集いに私は耐えない。お前たちの新月祭や定められた日の祭りを私は憎んでやまない。それは私にとって重荷でしかない。それを担うのに疲れ果てた。世界中で実感させられた植民地主義の悪に教会が加担してきたことをお許しください。あなた方が両手を広げても私は目をそらし、あなた方が祈りを多く捧げても聞くことはない。あなた方の手は血にまみれている。洗って清くせよ、悪い行いを私の目の前から取り除け。悪を行うことをやめ、善を行うことを学び、裁きをどこまでも実行して、搾取する者を懲らし、孤児の権利を守り、やもめの訴えを弁護せよ。生ける洗礼の水で清められた私たちを新たに許し、互いに、そして論じ合おうではないかと主は言われる。たとえお前たちの罪が火のようでも雪のように白くなることができる。たとえ紅のようであっても羊の毛のようになることができる。
その恵みのうちに皆さんを罪から解き放ち、それによって皆さんが正義を行い、慈しみを大事にし、へりくだって神と共に歩むことができますように。全能の神が私たちの祈りを聞き入れ、私たちを憐れみ、私たちの罪をお許しくださいますように。神に感謝。すべてのものの神よ、私たちの心と体はあなたの御前に進み出て、私たちの不正義と分裂の罪を告白するこの機会に感謝します。私たちは共に被造界の素晴らしい多様性の中で一つになった聖なる家族として御前に進み出ます。先住民族もいれば、奴隷にされた人の子孫もいて、奴隷にした人の子孫もいて、移住者もいて、難民もいて、しかし私たちは皆キリストという一つの体の部分なのです。洗礼の生ける水によって火のように赤い私たちの罪が洗い流され、癒され、神の家族という愛すべき共同体の一員となったことを賛美します。作り主である神を感謝と賛美を捧げます。この旅で私たちは心と目を開き、すべての人々の間で共有され受け継がれてきた聖なる知恵を理解し、成長するようこの礼拝を共に祝います。私たちが互いに一致を受け入れられるよう助け、被造界のただ中にいる聖霊によって集められた一つの家族であることを思い起こさせてください。アーメン。枯れた谷に鹿が水を求めるように、神よ、私の魂はあなたを求める。神に、命の神に、私の魂は乾く。いつ御前に出て神の御顔を仰ぐことができるのか。神よ、待ち望め、私はあなたを告発しよう。御顔こそ私の救いよと。昼も夜も私の糧は涙ばかり。人は絶え間なく言う、お前の神はどこにいると。私は魂を注ぎ出し思い起こす。喜び歌い感謝を捧げる声の中を、祭りに集う人の群れと共に進み、神の家に入りひれ伏したことを。神を待ち望め、私はあなたを告白しよう。御顔こそ私の救いと。なぜうなだれるのか、私の魂をなぜうめくのか。神を待ち望め、私はなお告白しよう。御顔こそ私の救いと。私の神よ、私の魂はうなだれてあなたを思い起こす。神を待ち望め、私はなお告白しよう。御顔こそ私の救いと。昼、主は命じて慈しみを私に送り、夜、主の歌が私に、私と共にある。私の命の神への祈りが私の岩、私の神に言おう。なぜ私をお忘れになったのか。なぜ私は敵に虐げられ嘆きつつ歩くのか。
私を苦しめる者は私の骨を砕き、絶え間なくあざけって言う。お前の神はどこにいる、と。なぜうなだれるのか、私の魂を。なぜうめくのか。マタイによる福音書25章31節から40節までを朗読いたします。人の子は栄光に輝いて天使たちを皆従えてくるとき、その栄光の座につく。そしてすべての国の民がその前に集められると、羊飼いが羊とヤギを分けるように彼らをより分け、羊を右に、ヤギを左に置く。そこで王は右側にいる人たちに言う。さあ、私の父に祝福された人たち、天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい。お前たちは私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に生きせ、病気の時に見舞い、牢にいた時に尋ねてくれたからだ。すると正しい人たちが王に答える。主よ、いつ私たちは飢えておられるのを見て食べ物を差し上げ、喉が渇いておられるのを見て飲み物を差し上げたでしょうか。いつ旅をしておられるのを見てお宿を貸し、裸でおられるのを見てお着せしたでしょうか。いつ病気をなさったり牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。そこで王は答える。はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さい者の一人にしたのは私にしてくれたことなのである。私たちは暴力の支配に屈してしまったのでしょうか。この世界はまるで暴力の支配に屈服しようとしているかのような様相を呈しています。この3年間私たちは未知であった新型コロナウイルスという存在に直面し、感染症の拡大の中で命の危機に直面し続けてきました。社会の中にはさまざまな意見が飛び交っています。教会の中にもさまざまな意見が飛び交っています。3年間の経験が専門家の間にさまざまな知見を積み重ねさせたとはいえ、実際にはどうなるのか予測をつけることができない未知の世界に私たちは今生きています。まもなく終結するという声もあるかと思えば、まだまだこれからも危機は続くという声もあり、心から安心できる日はなお先にあることだけは確実です。この状況から抜け出すために、世界は知恵を絞り、互いに協力しながら、ありとあらゆる努力を重ねる必要があることは、誰の目にも明らかです。にもかかわらず、あろうことか神からの賜物である人間の命に暴力的に襲いかかる理不尽な出来事が世界各地で続発しています。カトリック教会のリーダーである教皇フランシスコは、この感染症の危機が始まった当初より命を守り、その危機に立ち向かうには連帯が不可欠だと強調してきました。この危機的状況から以前よりももっと良い状態で抜け出すためには、調和のうちに結ばれた多様性と連帯、これこそがたどるべき道ですと呼びかけてきました。互いの違いを受け入れ、支え合い、連帯することが命を守るのだと強調されてきました。2019年11月に日本を訪れた時には、東京で東北の大震災の被災者と出会い、
一人で復興できる人はどこにもいません。誰も一人では再出発できません。町の復興を助ける人だけでなく、展望と希望を回復させてくれる友人や兄弟姉妹との出会いが不可欠ですと述べて、連帯こそが希望と展望を生み出すのだと強調されました。しかしながらこの3年間、私たちの眼前には調和も多様性も連帯も実現していません。目の前に展開しているのは分裂です、排除です、そして暴虐です。この3年の間だけでも、例えばミャンマーではクーデターが起こり、ウクライナではロシアの侵攻によって戦争が始まりました。日本でも元首相の暗殺という自らの思いを遂げるために暴力によって他者の命を奪い取るような命に対する事件も起こりました。暴力による支配が続く中で、先行きの見えない不安は暗闇をさらに深く増し、私たちは疑心暗鬼にとらわれます。一体これからどうなるだろうという先行きの不透明性は心の不安を増し、具体的な命の危機の状況が続くとき、疑心暗鬼はさらに深まり、他者への思いやりの心は薄れ、利己的な保身に走ってしまいます。そのような状況が続いていると、心の一部を占めてしまった不安が、暴力を止めるためには暴力をもって対抗することをよしとする思いを生み出していきます。命を守るためには多少の犠牲はやむを得ないという気持ちになってきます。暴力が良いのでしょうか、多少の犠牲は仕方がないのでしょうか。暴力の結末は死であり、神の否定です。それは歴史が証明しています。神が命を賜物として与えてくださったと信じ、神がすべての命を愛おしく思われていると信じている私たちキリスト者は、命を守り生かすことの重要性を強調し続け、あくまでも愚直に暴力を否定したいと思います。暴力を肯定することは命の創造主である神への挑戦です。ミャンマーやウクライナでの独裁による圧政や戦争という暴力の現実に加え、世界には以前から思想・信条の自由を求める人たちへの圧迫が横行し、宗教者を含め正義のために声を上げる者への暴力も頻発しています。戦いに巻き込まれる、兵士として戦場に駆り出される、独裁的な権力の下で心の自由を奪われる、さまざまな理由から安住の地を追われ、命を守るために家族を守るために世界をさまよい続ける、乱高下する経済に翻弄され、日ごとの糧を得ることすら難しい状況に置かれ困窮している、異質な存在だからと排除される、人種が異なるからと攻撃される、出自が問題だからと排除される、性的な現実から差別を受ける、主ご自身が今福音を語るのであれば、これらの人たちの現実を一つ一つ並べ上げ、私たちがどのような行動をとっているのかを問いかけるのではないでしょうか。主が言われる、私の兄弟であるこの最も小さなものは、今まさしく命の危機に直面する多くの人たちのことを含んでいるのではないでしょうか。そうであるならば、私たちは出向いていかなくてはなりません。命を守るために、命の危機に直面する人たちと共に歩まなくてはなりません。連帯すること、共に歩みながら支え合うこと、この生きる姿勢が世界を支配し、暴力による支配を打ち破らない限り、神の望まれる正義は確立せず、平和は実現しません。神の望まれている平和の実現は、すなわち神の定めた秩序の具体化にほかなりません。教皇ヨハネ23世は、
東西冷戦が具体化し、核戦争の危機が視野に入る現実の中で開直、地上の平和を1960年代に表し、その冒頭にこう記しています。すべての時代にわたり人々が絶え間なく切望してきた地上の平和は、神の定めた秩序が全面的に尊重されなければ達成されることも保障されることもありません。私たちが語る平和は、単に戦争や紛争がない状態なのではなく、神が望まれる世界が実現すること、すなわち神の秩序が支配する世界の実現であります。その中でも、神が賜物として私たちに与えられた命を守ることは最も重要な課題です。しかし、すでに今回の感染症の状況が始まる以前から、特に私たちの国は武器を手にすることなく侵攻する戦いの真っ只中にあります。人間の命に対する暴力的な攻撃は、感染症の状況に突入する以前から顕著になっていました。例えば、2016年7月26日に相模原市の障害者施設での殺傷事件です。障害とともに生きている方々が19名殺害され、20名を超える方々が負傷された凄まじい事件でありました。その衝撃の凄まじさは、犯行に及んだ元職員の青年の行動、それ以上にその言葉によってもたらされています。自らの行為を正当化するだけにとどまらず、重度の障害者は生きていても仕方がない、安楽死させるべきだなどと真剣に主張していたと報じられていました。加えてこの犯人の命に対する考え方に対して賛同する意見もインターネットの中には少なからず見られました。すなわち、私たちの社会には役に立たない命は生かしておく必要はないと判断する価値観が厳然として存在していることをこの事件は証明してみせました。その後も多くの人の命が身勝手な理由による暴力的犯罪行為によって一瞬にして奪われる理不尽な事件は発生し続けています。一体私たちのこの日本の社会は人間の命をどのような価値観に基づいて見ているのでしょう。神が望まれる秩序が確立された世界からははるかに遠いところを現実の世界は歩んでいるのではないでしょうか。ご存知のように、今私たちのこの国では宗教の意味やその存在が問われています。元首相の暗殺事件以来、宗教団体がその背景にあると指摘され、それが宗教全体の社会における存在の意味を問いかけるきっかけとなりました。言うまでもなく、どのような宗教であれ、それを信じるかどうかは個人の自由ですし、特定の宗教団体に所属するかしないかという個人の内心の自由は尊重されなくてはなりません。入信するもしないも強制されることはあってはなりません。宗教は命を生きる希望を生み出す存在であるはずです。その宗教が命を奪ったり、生きる希望を収奪するような原因を生み出してはなりません。家庭を崩壊させたり、犯罪行為を助長したり、命を生きる希望を奪ったり、人間の尊厳を傷つけるようなことは、私たち宗教者の務めではありません。キリスト者は、すべての人の善に資するために、この社会の現実のただ中で、命を生かす希望の光を掲げる存在であり続けたいと思います。キリスト者は、この現実の中に、神の秩序を打ち立てるために、対立や排除や暴力ではなく、一致と連帯と支え合いを証しし、推し進める存在でありたいと思います。保守的な傾向を強める社会全体の風潮に流されるように、異質な存在を排除することを良しとする傾きは、私たちの教会の中にも入り込んでいます。言い返すことのできないような正論を並べ立てて、教会の教えを忠実に守るかのように見せかけながら、その実、自らとは異質な存在への攻撃的な言動をする人たちが、
神の愛を証ししているとは思えません。教会は一部の選ばれた人たちのものではなく、神が創造されたすべての命を包合する共同体であります。まず選別し排除するのではなく、皆が共に歩もうとする共同体です。他者を攻撃し排除するような価値観を、それも多様性の一つだからと主張して重複させようとする考え方に同調することはできません。光は闇が深ければ深いほど小さな光であったとしても希望の光として輝きを放ちます。2000年前に深い暗闇の中に輝いた神の命の希望の光は、誕生したばかりの幼子という小さな小さな光でありました。しかし、いかに小さくとも暗闇が深いほどその小さな命は希望の光となります。誕生した幼子は闇に生きる民の希望の光でありました。神の言葉であるイエスが誕生したとき、暗闇に光が輝きました。イエスご自身が暗闇に輝く希望の光であります。私たちイエスをキリストと信じる者は、その希望の光を受け継いで、今の暗闇にその光を輝かし続けるものでありたいと思います。不安に恐れおののく心を絶望の闇の淵に引きずり込むものではなく、命を生きる希望を生み出し、未来に向けての展望を切り開くものでありたいと思います。輝く光であることを自らの言葉と行いをもって証しするものでありたいと思います。連帯のうちに互いに支え合いながら命を生かし歩むものであり続けましょう。信仰と確信のうちに、父と子と聖霊である神の御前で祈ります。作り主である神よ、今日私たちはある人々にとっては持続不可能で、ある人々にとっては過剰な生活をもたらした行動の結果に囲まれて生活しています。すべての人の益のために、そして被造界を尊ぶために、神が私たちに与えてくださった資源をいかに責任を持って使用すべきかを理解できるよう導いてください。被造界はあなたに向かってうめき叫んでいます。私たちに教え、道を示してください。慈しみ深い神よ、私たちが互いに与えた傷と、あなたの民の間に生み出した分裂を修復できるよう助けてください。キリストイエスが弟子たちに聖霊を吹き込んで、新たな創造の共同体を生み出したように、あなたの恵みを送って、私たちの分裂を癒し、イエスが祈られた一致を私たちにお与えください。道であり、真理であり、命であるキリスト、あなたは行われた善により、地上での技の中で正義を体現し、人を隔て壁や閉じ込める偏見を打ち砕かれました。私たちは大勢でもあなたのうちに一つであることを理解できるよう、心と思いを開いてください。聖霊、あなたは地の表を新たに創造されます。山々の頂、空の雷、湖の波音が私たちに語りかけてきます。星の瞬き、
朝の爽やかさ、花の露が私たちに語りかけてきます。貧しい人、抑圧された人、終焉に追いやられた人の声が私たちに語りかけてきます。しかし何よりも私たちの心はあなたに向かって高く昇り、あなたに「アバ父よ」と叫び祈ります。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。永遠の神よ、聖なる共同体に集うこれらの人々の顔をご覧になり、お望みの通りにお使わしください。彼らが物語を語り、善を行い、その行動を通して被造界のために正義を追い求め続けるよう聖霊によって励ましてください。彼らが一つになり、あなたが世の命のために使わされた一人子イエスを世が信じるよう支えてください。主が皆さんを祝福し守られますように。主が御顔を上げて皆さんを照らし恵みを与えられますように。主が御顔を皆さんに向け平和が与えられますように。